まあ、ポーランドは相変わらず、もう神の山に聞いていい合宿を行ったということは本当に、嬉しくとも思っています。みんなはもう東京に移った時、普段は本当にありがとうございました、とてもいい練習ができましたなどとか、ここの気候も本当に練習にいいなどとか、あとは最後の最後のステージになりましたね、その、事前合宿は。ここで静かな環境、豊かな環境の中で、練習を行って、よかったなどとか、またその日本のおもてなしさはどんなことかをよく分かってきましたなどとか、みんなその地元のスタッフ、すごく地元のスタッフにありがたいなどとか、そういうこと、ばっかりやったんですね、はい。みんなはすごく優しい、たまにすごくおしゃべり人たちもいました。じゃあいろいろ本当にいろんな面白い話もできました、久しぶりポーランド語で。でみんなはすごくその、成功のため頑張ってる、あとは自分をもっと強くするためなどとか集中してる人たち、そういうことはすごく魅力的なところですね、はい。結構よく、市民たちは、もっとその神の山はどんなに良いか認識してないかなということを思ってました。なぜもっと自慢しないなと思っていました。本当に素晴らしいところですよ。温泉もありますし、素敵な小さなお城などとか、周りも綺麗な山、その山歩きコースもいっぱいある。また、ここしか食べられない、食べ物なんとかも干し柿含めてすごくいっぱい、あるから、もっと神の山全体、自信を持って、もっといつも誰かに会う時アピールしてほしいと思いました。市民はすごく実際にオープンな人たちし、だから、もっとその外国の観光客は神の山の神の山に来てほしいですね。自然もすごくなんか見どころなどとかも、貴重な、ところなどとか、いろんな体験もできるところだから、絶対に、これから。そういう情報、山形のとか上の山の情報をもっと発信したいなと思っています。では、上の山市民皆さん、2年間の間本当に大変お世話になりました。国際交流委員としていろんな、その活躍ができて、いろんなの方と出会うこともできました。みんなはいつも笑顔で優しく、扱ってくれて感謝気持ちがいっぱいです。神の山はその2年間の間、神の山はどんなに素敵なところ、本当にいろいろできるところだと分かってきて、2年間はすごく楽しく過ごすことができました。それはもう皆様のおかげだから、今日は、本当に、ありがたい
お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。